そんな工具が解禁されるなんて、そこまでの成長この先輩はできないはずなのに。予想外の展開か、女。ではさらにもう一つ驚天動地の展開を加えてやろう。もはや俺は傍観者ではない。 BB、 その真意はどうあれ、貴様はすでに俺の敵となった。以前これはお前の戦いと言ったが、あれは忘れよ。お前の敵は俺の敵だ。手を貸すがよい無名のマスター。これより先は俺がお前の剣となろう。しかと見よ、王立剣バブイルを使う。我が大物との扉を開けよう。切れ味を、神戸を垂れよ。最低の時だ。神か貴様は。神戸を垂れよ。最低の時だ。こちらの流れだな。雑誌。それ自決しろとは言わん。俺に慢心を捨てろときたか。つくづく傲慢なマスターよな。貴様には地の断りでは生ぬるい天の断りを示してやる。さあ死に物狂いで耐えるがいい。吹け。死して敗せよ。N マレディス。たやすすぎて眠気が走るわ。俺を止めたければ増票では話にならん。ああだが貴様が出張る必要はないぞ。奈落の底で隠れている毒虫、一人寂しく首を洗って待っていろ。調子に乗って同盟か意思できない。覚えてなさい。なんだその冴えない顔は。だらしなく頬を緩めおって、緊張の糸が切れたか。たわけ思い上がるな。俺は地を治める王として BB 目の暴走を正すと決めたに過ぎん。それがたまたま貴様の目的と一致しただけだ。貴様が君の悪い男よ。まあよい、好きに笑っていろ。俺は目覚めるが貴様はどうする。
まだここにいるというのなら止めはせんが。そうか。では目を閉じ心を空にしろ。貴様の心を外界に叩き返す。しばし時間のかかる旅だ。その間、せいぜい気を休ませるのだな。その体についた傷、そう安くはあるまいよ。